俊道です。ゼロです。さあ、本日はですね、ザカオにしかできないことを今日ちょっと動画でやりたいんですけど。俺にしかできない？フィッシャーズだとザカオしかできない。なになに？ザカオくん、寿司大好きでしょ。寿司めっちゃ好きだよ。どんぐらい好き？いや、もうずっと27年間ずっと1位です。ほんと？ということでですね、本日はちょっととある大食いをやってもらうんですが、はいはいはい、ちょっと今回特殊な大食いをやります。まず、お寿司出します。はい、と。いや、お寿司やね。お寿司、まあ、一応こちら3人前のセットなんですけど、3人前、まあ、可能だったら全部食べてください。なるほど。で、今日の動画僕一切登場しないんですけど、この後え、食うのにダオちゃん来ない？来ない。俺が食うの？そう、完全に助けることもできません。なるほど。今日どうしてもザカオじゃないといけない理由、ちょっとピンときてるでしょ。なんとなく。え、何かわかんないけど、踊るは関係する？正解。ザカオにしかできないこと、ダンスですね。ブレイクダンサーということで。そうですね。そのブレイクダンスの中で何が得意ですか？ヘッドスピン。理解が早い。いやいや、なるほど。わかんないけど、何やるってどういうこと？ということですね、本日やりたい企画はヘッドスピン中に寿司何貫食えるのか回転寿司。ザカオくんにはヘッドスピンをしてもらいながら寿司を食べていただく企画です。一応ご褒美でしょ。いや、ご褒美だけど、うん、知ってたじゃん、人間逆さまで食べることできるんだって。ブレイクダンス仲間見たことない。回りながら寿司くれる。いや、あのスタジアム寿司ねえし。そうなんだよな。そう、もうちょっと俺できないことだから、それはザカオがいいって言ってくれればなんだけど、ちょっと回転しながら寿司食べてほしい。やってみましょう。ありがとうございます。ということでですね、本日リアル回転寿司、果たして何貫食べることができるのか検証していきます。はい、すごいガチモードだね。自分ちなだけあって準備がいいね。待ってか、これいいよ。来た、出た。イベントでもたびたび流れてるフリオンで。じゃあまずはお手並み拝見ということで、ザカオくんにダンスお願いします。おお、やるね。めちゃくちゃミスってるけど。本当？すごいわ。家の中で踊る手だったらこれくらいで。なるほどね。さっき YouTube で調べたら、うん、あ、多分世界初これ。そうだね。寿司は好きか？大好きだ。ダンスは好きか？大好きだ。じゃあいける。そうならね。まあやってみようか、試して。このお寿司、回転中のみ握りさせてあげます。わかりました。いけるところ行きましょう。いや、さ、お前、絵が持ってたね。ミスマッチがすごいわ。取りやすい位置だよね。そう、取りやすい位置。いや、まあ、まず何で低い卵からしたい。狙いは卵。卵からいきたい。なるほどね。なんだ、これ何考えてんだ。お箸とか使う？素手でいく？いや、お箸使ったら絶対無理だと思う。そうか。まあ、さすがに1個も食えねってことはないと思う。あ、魚もないと思う。いや、俺1個はいける絶対。ほんと？俺一番壊れるのがバランス崩して寿司に突っ込まないと。そう、それだけまず気をつけてね。視聴者の皆さんも予想してみてください。リアル回転寿司成功するおはしない、どちらでしょうか。じゃあ1回目からチェックを。お、あの、音は BGM で入れるんで、なんとなくビートを感じてください。いや、曲聴く余裕ないから。ヘッドスピン。じゃあザカオくん、ヘッドスピンをしながら寿司を食えるのか、リアル回転寿司お願いします。じゃあ行くぜ。待って、何このチキンチョウ。待って、これ一回もうちょっと遠い方がいいな。すごい、うん、逆さまになった時に、あの、生魚の匂いしたこと初めて。よし、じゃあザカオくん、お願いします。やべえ、めっちゃむずいぞこれ。え、目標何巻とかある？3は行きたい。いいねー。そうだよな、キャッチできないといけないからね。ほらほら、これこれ掴めない、掴めない。いや、いけそう、いけそう、いける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 。ヘッドスピンってこんな怖かったっけな。
ポムレ。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 寿司が回転して飛んでる。これダメだね。オッケーごとは危ないね。ちょっと皿持ってくる。あざ。エビ行きたいな。ファーストチョイス、エビと卵。あ、でもこれならね、いけそうな気する。え、すごいね。いきます。はい、お願いします。寿司早い。いや、寿司が早いじゃない、お前が待ってんだよ。そうだよね。何かそこにある文字の色だったらまだなんとか取れるチャンスだ。ワンチャンスだ。こっちの方が取れるかな。あ、惜しかったよ。あ、ちょっと、いけた。惜しい惜しい惜しい。じゃあ、これは大丈夫だ。もえ、お願いします。これ食べれてるのか？食べれてるの？うん、食べれてる。すげえ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 。いったいった。危ない、エビが危ない。エビが危ない。エビ避けて、エビ避けて。エビ避けて、エビ避けて、危ないよ。あ、これ飲み込めんのか？大丈夫。無理しないで。あ、でもないじゃん。口の中ないじゃん。いや、ある。飲み込んでない、ほぼ。鼻の中にいる今。そりゃそうだよな。鼻噛んだら頭が出るぜ今。本当に面白くないすぎて食えなかったのもあるかも。口に入れることは成功したね。音か。ネクストエビ、お願いします。綺麗。口には入った。あ、でもいいね、すごいね、口に入れられるようになったね。だからこのパンチが成長してるよ。卵と圧倒的に下がる。なにでげでげのか。これ厳しい戦いだな。厳しい戦いしてんの俺だよ。もっともです。いくらいく、いくらいってみるか。いくら回転に耐えられるのかな。しゃあ、いくらくんで、いきます。いや、そこで耐えれるのがすごい。いった。ね、首の体力が。そうなんだよな。実質このイクラがもうラストチャレンジぐらいに思ってもらって。いや、そう思ってるよ。いやいや、そう思ってるよ。本気で行こう、ここずっと本気で行ってくる。ごめんな、ごめんな、それはごめんな。うわ、危ねえ。お願いします。あ、食った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 。頑張れ頑張れ頑張れ。回さないようにするわ。すごい真剣にイクラを噛んでおります。すごいね、これで回ってんだわ。すごいわ。噛んでる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 よ。まだいけんだ、まだいけんだ。咀嚼の時間をきっちり稼いでいく。あの、座高の様子が一、そう、一回転の度一回しか分かんないから。あ、え、決まった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 。うわー。やったーやったー。寿司食ったー。うわー。やったー。うわー。やったー。うわー。やったー。鼻にも言ってない。いる。いるんかい。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。